筒子。筒子。筒子とは、筒子科の植物であり、学術的には、ジ族、属、ツジ属参照の植物の総称である。ただし、同段ツジのようにツジ属に属さないツジ科の植物にも、ツジと呼ばれるのがあるので注意が必要である。主にアジアに広く分布し、ネパールでは、国家となっている。日本では、筒子属の中に含まれる筒子や、 サツキ、シャクナゲを分けて呼ぶ慣習があるが、学術的な分類とは異なる。最も樹齢の古い古木は、八百年を超え千年に及ぶと推定される。筒子属の植物は、低木から高木で、葉は常緑、または落葉性で五星、果実は果てである。四月から五月の春先にかけて、ロート型の特徴的な形の花、先端が五列しているオスコ。 枝先につける。また花を上手に取ると、花変の下から蜜を吸うことができ、第二次世界大戦中は、当時の子供たちの数少ない甘みとなっていたが、多くの種に、致死性になりうる、毒成分のグラヤノトのシン含まれ、特に多く含む連月ツ,ツジは、庭木として利用されることもあるので、事故を避けるために、注意しなければならない。またゴーベンゲ類である。ツ,ツジ族。 ロドデンドローンは、大きくヒカゲツツジア族、ユーリンペンシャクナゲア族と、ツツジア族、ムリンペンシャクナゲア族、セイシカア族、エゾツツジア族に分類されるが、便宜上上緑性のものの一部がシャクナゲと呼ばれている。すなわち、日本でシャクナゲと呼ばれるものは、本シャクナゲの仲間、ムリンペンシャクナゲ説に限られ、上緑であってもそれ以外のほとんどは、シャクナゲとは呼ばない。 ツツジは日本では古くから園芸品種として荒廃され美しい品種がたくさん生まれた。中でもサタツツジとヤマツツジやミヤマキリシマなどを掛け合わせて生まれたクルメツツジはその代表で種類多く色とりどりの花が咲き満開の時期はまさに圧巻である。平戸ツツジも日本全国でよく見られる大型のツツジで花も大きく街路樹としてもたくさん植栽されていて ケラマツツジやモチツツジ、キシツツジなどを親としている。サツキとマルバサツキ及びその後輩種は特にサツキと呼ばれているが、クルメツツジなどと同じく常緑ツツジの仲間である。西洋ではアジアからヨーロッパに常緑のツツジが持ち込まれて園芸化され、ベルジアンアザレアと呼ばれ現在鉢花として大量に生産されている。ヤマツツジを主に ケラマツツジやサツキの品種などもその育種に用いられている。また、日本のレンゲツツジや北アメリカの落葉性の原種が園芸化されて、エクスバリーアザレアあるいは、ニオイツツジなどと呼ばれている。以下に、ツツジ属の日本産の種を挙げる。種名の横に平気した、社体文字は学名を示す。俗名、ロドデンドロンとは、ローダン、バラデンドロン、樹木の意味である。 複数の種が環境省と都道府県によりレッドリストの指定を受けている。オバーツムア族サブグ、チョニアストラムに分けることもある。元は別属イソツツジ族レダムとされていた。東南アジアやニューギニアなどの熱帯地方に産するもので、マレーシアシャクナゲとも言われる。日本産のものは知られていない。ビレアブシ、ディスコビレアブシゼクテ、ディスクバイレア。 シュードビレアブシゼクテ、スーディバイレアを分けることもある。レンゲツツジア族サブグ、ペンタンサラに分けることもある。セイシカア族に統合することもある。ツツジブシに統合することもある。ツツジブシに統合することもある。ツツシるあるセイシカア族に含めることもある。かつては、バイカツツジア族サブグ、ムメイハゼイリアとされていた。レンゲツツジア族に含めることもある。独立した。 エゾツツジ属セロロディアンに分類される場合が多い。分子系統学的には、洋楽ツツジ属もツツジ属のツツジ屋族に含まれる。日本では、県、市町村で自治体の木や花の指定を受けている。以下に、その一覧を示す。日本でいうところのツツジやサツキは、公園や道路の分離帯などの植え込みにしばしば見られる。日本では、長い栽培の歴史を持ち、早くから、 育種も進んだ。例えば臨床寺、仙南市や塩船観音寺、大梅市の庭園は美しい筒子で有名である。筒子類の材はとても緻密であり、細工物などにも利用される。筒子色、アザレアという色もある。これは筒子の花ような鮮やかな赤紫色、筒子も湯と形容されるを指す。赤紫は次にあげるような色である。 筒ジは、俳句における春の季語でもある。また、筒ジ花、筒ジ花は、短歌、和歌における枕言葉としても使用される。この場合は、花のように美しい君という意味から、に王うや、にほえを、とめにかかる。元禄五年、1692年に、伊藤伊兵により刊行された、金州枕は、世界最古の筒ジさつき専門書である。楽しく、 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。